60통 아저씨. 그 제가 그렸어요. 잘 그렸나? こんにちは。セヒのことを覚えていてくださってありがとうございます。ファンミーティングで読まれたセヒの文を家で読んだ時は心の中で驚きました。悲しい時、奈良さんの名前を呼びたいという思いをいつから抱いていたんだろうと母親として驚くしかありませんでした。美術家の生活を誰よりもよく知っている私は、ずっと子供にはそれをやらせたくないと思っていましたので、実はセヒが絵に才能を持っていて、好きだというのを感じるたびに、あえて否定し続けていました。そんな私の心を察していたセヒは、自分の気持ちを出さないでいたのです。ファンミーティングが終わって家へ帰るときに、私はセヒから彼女の心の中に収めていた話を聞くことができました。お母さん、実は私、画家になりたいです。奈良さんにお会いしたその日、私はやっと娘の話に耳を傾けることができました。そして幸せな気持ちでセヒの世界を眺めることができました。セヒは5歳まで四方に田んぼと畑が見える田舎に住んでいました。おばあさんに育ててもらいました。小学校に入る頃から私たちと一緒に暮らせることになりましたが、ぜひはここを窮屈に思っています。青い田舎、小川がちょろちょろ流れるところへ引っ越そうとせがみます。仲良しの友達であるヘヨンがいなくてもいいのかと尋ねたら、小川と友達になればいいと言います。セヒは大人たちみたいにそそっかしく騒ぎ立てて憧れていたり、有名人に会ったからと浮ついていたりしません。セヒにとって奈良さんはただの日常です。お母さんにおじさんに会わせてほしいとねだったりする子ではないですし、奈良さんの名前を呼びながら眠ったり、奈良さんの画集を毎日のように見ていたりすることもありません。セヒは7年間もお母さんと離れて暮らしながらも、恋しさをただ心の中に収めておくだけで、あえて表そうとしなかった子です。セヒはなぜ奈良さんに会って帰るときに私に画家になりたいという自分の気持ちを出して見せてくれたのでしょうか。奈良さんがあの子に何かエネルギーを与えてくれたのでしょうか。きっと何かあるのだろうと考えているだけです。手紙の最初にもお話ししましたが、小さな子供の言葉を心に留めて真心で受け止めてくださったことに感謝しております。